アゲドアプローチしかできない。右に置けば置くほど、まだですけど、くねくねさ、ワクワクしてきたことする。おじさんなら来そう。コーチ、はい、もう一つ教えていただきたいと思います。彼女はアプローチの悩みをします今の進化具合と悩みを、今までシャンプー、トップがもうアプローチもひどかったんですけど、それがだいぶなくなってきたなっていう印象なんですけど、アプローチの打ち方が上げるアプローチしかできなくて、転がしたりその場面の状況によってのなんだろうが難しいの。台本多いし、めっちゃなんか専門的に勉強です、転がすアプローチはできないなと思ってるんで、そういう時ユーティリティでやったりしてるんですけど、ちょっとそれも練習がちょっと難しいんで、もうちょっとアプローチの方でそれができたらなと。はい、わかりました。早速お願いします。ちょっと待ってください。音出せるようなくなったって言ってる。もう一回見てください。はい、転がしたいんだ。転がしたいです。はい。ボールを右に置けば置くほどロフト、ロフトのフェースの角度が立ってくるから低く。右に置く。そうそう。はい。そうすると単純に転がしやすい。そう、だから低くて、だからこの頃は。あ、でしょ？なのに、まあなんか普通に構えて、しかも、20ヤードっていう距離ですよね、はい、ランニングだったらキャリーで10ヤード以内、はい、こっから親の敵みたいに振りちぎってた。そうですね、それはないんです。だから、そこを変えちゃえばいいんだ。もう右に、これぐらいですか？もっと右足の前に置いて、で、はい、こっからそう、そうそうそう。あ、え？赤も左。これで、左に持って。重心も顔。やっぱ若不思議なことする。え、ちょっと全部、ここにいる感じですか？はい、そうです。左にこう全部買って、全部。くねくねすな。え？そうそうそう。で、これで、こっからここぐらい。この、まだですよ。ちっちゃく、まずアドレスが間違って一生懸命自分ですくい上げようとした、はい、でバックスイングもちっちゃくフィニッシュもちっちゃくバックスイングもちっちゃく、はい、全然ちっちゃくここでそうなんかスキルとかそうそうちっちゃくで出ました。これ距離感は練習ですか？距離感はそのこういうシミュレーションとかあったら、はい、キャリーっていうのあ、キャリー、はい、16飛んでるから、まあ、これだと飛びすぎる。キャリー10を飛ばすように、そう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 、ほら10飛んでる。で練習すればいい。はい、うん、ボールの位置とちっちゃく振るっていうことになれば、アマチュアの方も自分の中で一番ちっちゃい振り幅の目安を作ってもらっていると思うんですけど、ご自宅で肩マッサージするときにキャリーで、もう要は自分の手が膝から膝で動いてキャリー全然だと思う。最初ストロークを作って練習してる中でキャリーの距離考えないと、ラウンド行ったときにできてもうどこに落としてどれぐらい行くかが分かんないと。すごい。おじさんなら来そう。初めに取り込んでる姿勢が見られますね。まあ、こうなるとね、もう僕もガミガミ言わなくてよくなりますけど、練習して銀座でレッスンしてもらえば優しい。銀座バージョン。銀座バージョン。銀座バージョン。あ、間違えた。ザ・銀バージョンです。じゃあ、アプローチのポイント。はい。はい、転がしをするときは、ボールをちゃんと右足の前に置くこと。ロフトが立つ状態を作って、キャリー10とか、そういうときに、ちっちゃく振ってあげる。自分が、アマチュアの方が多いのは大きく振って緩める方もあるんですけど。
対称ストロークを意識触れるようになるんですね。でやっておけばそこから伸ばしていく。すごい簡単な感じになっちゃったんですけど、でもまあそれぐらいね、ちょっとおつむの方が成長したんです。じゃあこの調子でね、そう、はい、練習ちゃんとして、そうですね、はい、来月ね、見たらいいやん。じゃあそれに向けて10ヶ月、そう、1日練習して、ね、そうしましょう、はい、来月また成長度合いを見せよう、はい、はい、頑張ります。はい、じゃあそんなしのみを応援してくれるという方、青木さんのレッスンもっと見たいという方、こちらのコメント欄にコメントと高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。